千代子、布巾を取ってもらえないかしら。ちょっと待ってね。こっち片付けたら行くから。はーい、わかったわ。休憩終わってからも結構お客さん来てくれてよかったよな。はい、カレーライスもかき氷も焼きそばもいっぱい食べてもらいました。海の家のお手伝いとっても楽しかったです。アルストロベリアの皆さんが来た後もきっと賑やかになるはずです。うん、きっとそうなると思うぜ。さて、そしたらちゃんと引き継ぎしねえとだな。引き継ぎ？ああ、例えばこれはここにしまったぞとか、これに気をつけろよとか、あったことをまとめておくんだ。次のやつが困らないようにするための、ああ、仕事で使う手紙みたいなもんかな。お仕事のお手紙。私も書いてもいいですか？もちろん、いろいろ書いてやれ。わーい。父さん、ジュリさん、あれ、リンゼさん、リンゼさんも引き継ぎ書きますか？はい、ですがその前にお客様です。あ、もう時間は過ぎてるだろう。断らねえと。いえ、あちらに。私、お話ししてきますね。あれ、どこに。わあ、カニさんです。あ、カニ。ほんとだ。お客さんってカニさんのことだったんですね。カニさんも来てくれる。時間は過ぎちゃってますけど、最後のお客さん、ご案内してもいいですか？まあ、せっかくだしな。いいんじゃねえの？ありがとうございます。チョコ、ナツハ、最後のお客さん入れるぞ。え？ちょっと待って、ジュリー、前半の営業時間はもう終わったでしょ？夏葉さん、こちらの方は特別でございます。そうなんです、カニさんが来てるんです。え、カニ？つうことだからさ、お願いします。なるほどね、そういうこと。わかったわ、いらっしゃいませね。カニさんって何を食べるんでしょう？貝や海藻、シラスも召されましょう。だったらこれなんてどうかな。小さなお客さんに千代子スペシャル。ご本、お客様、こちら当店自慢の品です。鰹節ですか？そう、今あるものの中だとこれが一番かなって。きっと喜んでいただけます。あ、カニさんちゃんと食べてます。器用なもんだな。ハサミで掴んだら切っちゃいそうなのに。おいしく食べてくれてるといいな。この上ないおもてなしです。はい。あ、そうだ、カニさんのことも次に書かなきゃです。ですよね、ジュリちゃん。ああ、道具の場所とよく出るメニューと、あとは先に準備しておいた方がいいものと、他に何があったら楽になるかな。人手のいる時間、訪れた方の数。ああ、そっか、目安がわかるもんね。それも書こうっと。ええ、問題ないわ。
もちろんよ。任せてちょうだい。ねえ、プロデューサー。ごめんなさい。今回の件、最初はあなたが何を考えているのか、正直よくわからなかったの。比較的急な依頼だったにしろ、告知が不十分なことに何の手も打っていなかったのはおかしいと思ったし、普段のあなたを考えたら手抜かりなんじゃないって言いたくなるような段取りだったから。でもよーし、できた。他に何か書きたいことある人？はい、私あります。そっか、ガオ、カニのこと書くって言ってたもんね。はい、カニさんもそうですし、今日はいっぱい出会いがありました。海は新しい皆さんに好きになってもらえるチャンスです。だからアルストロメリアの皆さんにも知ってもらいたいなって思います。はい、カホさんのお言葉、きっと届くでしょう。だね。ほらカホ、ペンはこれを使って。紙も足りなかったらまだあるからな。ありがとうございます。私たちのファンではない、初めて会う人たち、そういう人たちへ気持ちを届けることの難しさと大切さが実感できた気がするの。さすがはプロデューサーって言った方がいいのかしら。ふーん、まあそういうことにしておいてあげてもいいけど、個人的にはあんまり謙虚すぎるのは良くないと思うわよ。だからお礼は言っておくわ。今日の仕事もありがとう。感謝してる。後半も頑張ってね、プロデューサー。できました。引き継ぎ完成です。夏葉ちゃん、プロデューサーさん、書き終わったよ。あら、今行くから私にも見せて。先に行くわね。